アリス・イン・ワンダーランド時間の旅は2016年公開のアメリカ合衆国の冒険ファンタジー映画ティム・バートン製作製作総式2010年の映画アリス・イン・ワンダーランドの続編である現在は原作のアリスシリーズ2作目鏡の国のアリスのそれだが映画前作のキャラクターが多数登場するほか原作に登場しない人物も登場する ワンダーゴーでの3年にわたる航海を終えて、ロンドンに戻ったアリスは、母が生活区から元婚約者のヘイミッシュに自宅の所有権を譲渡する契約を結んだことを知る。ヘイミッシュは、ワンダーゴーを譲渡すれば、自宅の権利を返すと告げるが、父から譲り受けたワンダーゴーを手放したくないアリスは、返答に急した。そこに、蝶になったアブソレムが現れて、マットハッターの異変を伝え、 アリスは再び、アンダーランドに向かう。マットハッターは、死んだはずの家族が生きていると信じ、アリスに家族を探してほしいと告げるが、アリスに、死んだ家族を探すことは、不可能と返答され、病床に付してしまう。マットハッターを救うため、アリスは、白の女王の助言で、時間を遡れるクロノスフィアを手に入れるため、アンダーランドの時間を司るタイムのもとに向かう。 タイムと会ったアリスは、クロノスフィアを貸して欲しいと伝えるが、クノロスフィアを城の王時計から取り外すと世界が崩壊すると断られてしまう。しかし、アリスはタイムが、赤の女王の王体に気を取られている暇に、クロノスフィアを持ち出し、マットハッターの家族を救うため過去に向かう。アリスは、過去に戻りマットハッターの家族や赤の女王の過去を変えようとするが、いずれも失敗してしまう。 そこにタイムが現れ、クロノスフィアを取り返そうとするが、アリスは元の世界に戻り難を逃れる。病院のベッドで目覚めたアリスは、アンダーランドに戻りマットハッターの家族が死んだ日に向かうが、そこでアリスは、マットハッターの家族は死んでおらず、赤の女王に連れ去られた事実を知る。現在に戻ったアリスは、マットハッターに家族が生きていることを伝え、 意識を取り戻したマットハッターや白の女王たちと共に赤の女王の城に乗り込む。マットハッターの家族を見つけ出したアリスたちだったが赤の女王に捕まり黒のスフィアを奪われてしまう。赤の女王は白の女王を連れて白の女王が自分に嘘をついたことを認めさせるため過去に向かう。赤の女王のわがままにうんざりしていた家来たちに解放されたアリスは 赤の女王に捕まっていたタイムの協力で赤の女王を追うが赤の女王が過去の自分に会ってしまったため世界の崩壊が始まる。アリスたちは現在に戻りクロノスフィアをオードに戻そうとするがアンダーランドの仲間たちは次々に崩壊に飲み込まれてしまう。アリスも崩壊に飲み込まれてしまうが、ま一発でクロノスフィアをオードに戻すことに成功し、 アンダーランドの崩壊が止まる。アリスは一緒に暮らそうというマッドハッターからの誘いを断り、元の世界に戻る。元の世界に戻ったアリスは、母と共に貿易会社を設立し、交易を行うためワンダーゴーに乗り込む。カッコ内は日本語吹き替え撮影風景2012年12月、バラエティ師は第一作で脚本を務めたリンダウルバートンが続編の執筆を開始し、 続編の制作が進行していることを公表した。2013年7月にジョニー・デップが続投することが発表され、11月にはミアワシ・シコースカの続投も発表された。また、同月にはジェームズ・ボビンが監督を務めることが発表された。2014年1月21日にはサシャバロン公演がタイム役で出演することが発表された。同年3月には ヘレナ・ボナム・カーアッターとアンハ・サウェイの続投が発表され、5月にはリス・エヴァンスがマッド・ハッターの父親役で出演することが発表された。ボビンはタイムのキャラクター設定についてストレートな悪役にならないように配慮したと述べている。2014年8月4日に撮影が開始され、10月31日に終了した。グロスターで行われた撮影の際には、 歴史的な小ネ4隻が使用された。2015年8月には、ウォルトディズニースタジオが公式ツイッターでティザーポスターの画像を公開。11月4日には公式、インスタグラムで3パターンのショート映像を初公開し、同月6日に予告編の動画を正式公開した。また、同日から8日にかけて開催された、ディズニー公式イベント、D23 2015では、 日本での上映開始が2016年7月であることが公表され、予定通りに本編が公開された。ありがとうございます。